ゴルフェ・ビジャファニャは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州アナハイム出身のプロサッカー選手。サッカーアメリカ合衆国代表、ロサンゼルス・ギャラクシー所属。ポジションは DF。アナハイムで生まれ、メキシコのペンハモで育った。高校進学の段階で、アナハイムに戻った。アナハイムの学校を卒業し、2007年3月に、チーバス USA の U-19 チームに入団した。 2007年7月、チーバスとプロ契約を結んだ。初年度はデビュー戦のニューヨークレットブルズ戦のみの出場に終わった。2008年5月、DC ユナイテッド戦でプロ初ゴール。2013年シーズン終了後、ポートランドティンバーズに移籍。2015年の MLS カップではチームの主力として優勝に貢献した。2015年シーズン終了後、 メキシコのサントスラグナに100万ドルで移籍。2018年8月8日、ポートランドティンバーズに復帰。ユース年代からアメリカが州国代表に選ばれている。2009年には、コカカか冬マイナス20選手権に参加し、準優勝の成績を収めた。2017年1月29日、セルビア代表とのフレンドリーマッチでフル代表デビュー。3月25日、 2018FIFA ワールドカップ北中米カリブ海予選のホンジュラス戦でゲームキャプテンを務めた。ありがとうございます。